います。ではちょっとここで私からもヒントになりそうな情報をお届けしたいと思います。はい、さあ朝日フューチュリティステークスの細かいことは気にしないちょい足しキーワードこちらです。はい、まずナンバーワンの 1,2 番人気、そして前走マイルの1着馬、そしてワンチャン KO 杯2歳ステークス構想組構想馬です。はい、まず一つ目の 1,2 番人気なんですけれども、このレース阪神開催に変わった過去7年、1番人気が5勝2番人気が2勝と全て勝っています。特に1番人気は2着2回3着5回と抜群の安定性を誇っておりまして、しかも今回1番人気でレースを迎えそうなセリフォスは中内打球者、そしてジオグリフはノーザンファーム生産馬ということで、そして鞍上はルメール騎士ということで、まあ、今年のねリーディングナンバーワンが名を連ねていますので、ちょっとこれは期待できそうという、まあ、セリフォスはでもやっぱりまあ、堅軸っちゃ堅軸に見えますよね。堅軸でしょう、見えるし実際のはずだはずでしょうと思うんですけどねまあそうですよね、いや分かりますよそれは、はい、うん、そんな中、はい、穴を狙うなら前走マイルの1着馬が面白そうなんですよ、はい、というのも過去7年の勝ち馬のうち、うん、5頭が前走芝のマイルを使った馬で、うん、あの2着も5回、3着も5回と安定しています。しかも過去7年すべて前走1着馬が勝っているんです。なるほど、うん、とすると、またセリフスじゃないですか、ね、セリフスしかないんですよ僕は新馬勝ちだけですからね、が未勝利と、はい、セリフスだ、セリフスじゃないですかなんだかあなたセリフスのことを教えようとしてるんですか。いやいやいや、セリフスの分かってるんですよ、セリフスだけじゃないですよね、セリフスだけじゃない、前走マイル1着セリフスだけじゃないですよまあスプリットらしいと、はい、トゥードジボン、そう牝馬限定戦の牝馬戦勝った392キロの牝馬ですからね先週除外されちゃってね、うん、ただトゥードジボンは中京の牝馬戦でセリフォスの3着ですから、何かもうわけのわからん大激走あるかもしれないですよねその森森データによるまあセリフォスね本来乗る予定だったと思うんですよね、うん、だからその藤岡雄介騎手乗ってるから予想してる時に怖かったですけどね、これもしかしたら鬼騎乗するのかなっていうのね、そういうのは過去には何回かありましたからね、ありますからね、競馬ので2走前12着でもう大手遅れでこれもしょうがないんで、はいはい、この12着ねお見とすれば3、1着っていうことですから、うん、阪神のマイル走ってきてる強みもあるからなんそんな、うん、絶対いらないっては言えないですね、そうねそして3つ目、最後にワンチャン KO 杯2歳ステークス構想馬なんですが、先週の阪神ジュベナイルフィリーズ激走したのが前走 KO 杯2歳ステークス3着だった8番人気のラブリーユアイズでしたよね。まあ、あまたかよあのレースレベル高かったのかよなんていうね、レースのアトリキャプテンさんが言いそうな気もするので、もうワンチャン KO 杯組を狙うというのはありかもしれません、まあ、過去にもね穴開けてるんですよね KO 杯、そうなんです、たまに、はい、そうなんです。さっき騎手ですからね。そうですよ。安定もいいですよね。はい、ジョッキーもいい。一発あって全然おかしくないですからね。そうですね。投信マカオとかも入ってますね。ということで、信じるか信じないかは、あなた次第。自分な心で参考にしてみてください。これを見るためにね、ちょい足しワードがあるみたいな。